たせいたしました、アリアクラフトレちゃんのステージを皆さんご堪能ください。イエーイ。はい、こんばんは、アリアクラフトです。こんばんは、レちゃん。先ほどルンパーファンさんが素敵なステージを見せてくれましたが、アリアクラフトは今日も変わらずマイクスで お届けしたいと思います。では聞いてください、夜の扉。
すごい幸せな時間ですね、空間ですね。時間でどうするんだ去年来た時にまずこの装飾にびっくりして、あのホームページの写真でちょっとは見てはいたんですけど、まさかここまでとは思わずに、でこんな床が光るなんてね、普段ない。あ、そうなんだ。昔のディスコ、こんな感じで。いいで、ごめんよ。いいえ。じゃあ、そんな感じでね、次の曲は、アリアクラフトの曲では珍しく踊れそうな曲なので、皆さん、もしよかったら、あの、ちょっと、乗って、乗って。乗る乗る。ね、楽しんで聴いてください。マスカレード。なんでゴリラって今日ね、曲を出してくれるディジアジアさんでございます。すいませんね、ちょっと遊べる瞬間がグラパンさんほどないございますが、ぜひ楽しんで流してくださいませというわけで、次の曲、これも
わりかしリズミカルな方かなと思って今日持ってきた楽曲です。多分あんまりリズミカルじゃないです。聴いてください、このハーフェクションリーフ。闇の中色づく花、ひそやかにしなやかに揺れることを、壊れてく歯車を回し続け、あなたはいつでも夢を見てた。ユニコーンといえば来年は馬年、うん、なのでね、関係あるんだかないんだかよくわかりませんけど、来年はこのユニコーンの曲をいっぱい歌っていけたらいいなと思っております。何を今言おうとしたのかな。忘れちゃった。1月24日のことじゃないの。1月24日って何かあったっけ。そう、25、4番にアプリとだ。あ、じゃあ1日違いで来月はライブがあるんですね。じゃあライブ告知をさせていただきます。今日は素敵なヤンプリートさんのこんな年末のイベントになって呼んでいただけて楽しく
お届けさせていただいております。ありがとうございます。アリアクラフト、だいたい月に1回は最低限のライブをやっております。来年の予定は1月25日に高田の川モノというところでライブをします。こちらはなんと4人編成のバンドでやらせていただいて、こちらはちょっとアコースティックで静かに聴かせる感じでお届け、新年をお届けしたいと思っております。次のわりかし激しいライブは4月まで待ってねっていう感じでその次のライブは2月22日同じく高田馬場モノさんで、アコースティックでライブをやるんですけど、こちらはとてもセクシーな2人組ユニットの主催のライブでございまして、きっと何らかの縛りがやってきてちょっと面白いことになるんじゃないかなと思ってます。おお縛られるきっとね、あとねそこね。などなど詳細はアリアクラフトブログの方でお伝えをしていきます。アメブロにおります。みんなとつながってましたっけね。つながってました。つながってます。皆様ともつながっております。よし、ぜひそこで遊びに来てください。そして今日はジャンブリートさんもここに素敵な CD をたくさんお持ちでございます。アリアクラフトもこっそり CD を持ってきております。もしよかったら写真集も一部だけ持ってきてます。先着1名様っていうやつですね。よかったらぜひお声をかけてください。というわけでラストの曲に、いつもありがとうございます。はい、このねコール&レスポンス時々忘れてしまいますけど皆様ぜひいつもぜひ言ってあげてください。言ってあげてください。はい、じゃあね、アリアクラフトの今年のライブを締める曲はやっぱりこの曲にしたいと思います。セカンド CD のトップの曲にもありますけど、決意を歌ったこの曲で今年は2013年アリアクラフトのライブ締めたいと思います。じゃあ聴いてください。サウス。世界で日差しさえも望まずに夜を描いた心の奥、膝を抱えて太陽とって聞いた
ンプリオリエント科学さんとリャンプリートさんの楽しいライブが続くから、もうちょっと待ってるじゃないや、最後まで楽しんでいってください。その後にリャンプリートさんの後にアンコールしましょとか言って、私が勝手に言っていいのか分かんないんですけど、多分きっとできるじゃないとかってそんなわけで、アリアクラフトありがとうございました。